マグテームから製品を提供いただき動画を作成していますご視聴ありがとうございます今回はマグテームの USB ケーブルをご紹介です最近車にしろバイクにしろ整備するときにパソコンやタブレットを使う機会が増えましたサービスマニュアル見たりネットで情報を集めたり診断機もタブレットタイプがございます それらを充電する機会も多いので、USB ケーブルを道具と一緒に持ち歩いておりますが、なかなか良いものが見つからず、持ち運びの利便性を優先して短いものを使ってきましたが、充電時には短すぎて使いにくいということが多く、逆に長くすると使うときはいいけれど、収納に困る、直すのが面倒くさいという具合でした。で、紹介していますマグテイムを試してみることに。 コーード部分ににママグネットトが入ってて、いましてスマートに収納でできるアイテムです。ケーブルを近づけていくとケーブル同士がくっついてまとまってくれましてゴムバンドやねじりっこがなくても丸めて収納することが可能です使うときは引っ張ってほぐすだけ使い終わったら丸めてまとめるだけ手軽に使える USB ケーブルとなっています外観を見ていきます ケーブルはナイロンスリーブで覆われてましておしゃれな感じ。スタイリッシュですね。さらっとした手触りで柔らかくはないですが極端に硬くもなく、細めの BNC ケーブルみたいな感じです。特にどこかの方向に強く偏って癖がつけられている感じもありません。保管は丸めておくものなのでその方向へ癖はどうしても付きますが、硬めの曲がりにくいくらいのケーブルという感じで扱いにくくはないですね。 差しし込み部分もしっかりりりと作まままれています。全くチープな感じはありません。ケーブルは数種類がラインナップされていまして今回紹介しますのは3種類1つ目が O ケーブルの2.0現在のマグテームのスタンダードモデルです60ワット給電に対応し通信速度は480 m BPSUSB2.0 に対応するのが特徴ですケーブルは丸断面 縦方向へ重ねて丸めて収納をしていきます。2つ目が、その上位版というのが正しいのかは分かりませんが、240W 対応を謳ったモデルです。USB パワーデリバリーの EPR、まあこれ規格名なのかな。とにかく4 8 v 5アンペアまでの対応可能なケーブルです。 O ケーブル2.0と比べますと丸断面は同じですがケーブルが太くなっています柔軟性もわずかに失われている感じただ極端な違い扱いにくさはありません3つ目はケーブルの平たいタイプ C ケーブル先の2製品とは異なり横方向へ重ねて収納していきますのでまとめた際に高さが抑えられます 丸ケーブルに比べて、横方向の自由度は少ないというより、ほぼないです。それ以外は、オーケーブル二点ゼロと同じスペックです。使うシチュエーションによって、丸断面よりも使いやすい場面があるでしょう。私の使い方では、オーケーブルの勝手が良かったので、今回はオーケーブルを主に紹介をしていきます。さて、一番の売りである磁力を用いた収納の様子がこちらです。 巻いていいいてて、てきききままままますす。とと適度な磁力でケーブル同士がくっっつきまして丸い形にまとまっていきますこれはさすがにちょっと演出が入ったやり方で収納した携帯丸めた状態からただ引っ張ったのを再び縮めているだけで要するに収納状態の癖がついたままなのを利用してしまってましてその場合はこのようにするっと畳めます。 実際に使う際は巻きの癖を取ってから引っ張ってしごいてから使いますのでここまで簡単にはまとまりません。こちらが実際の片付けの風景です。大雑把に輪っか状に巻いて形を作ってから両手でねじる感じで巻き取り形を調整して完了です。しかしこれでも非常に簡単。片すまでの時間も早いです。 ゴムバンドやねじりっ子など、他のアイテムを使わなくともケーブル単体でまとまるというのもいいところ。まとめた時の直径は小さい側は4 0ミ、mm、リくらいから、大きい側は結構いけます。これで2 0 0、mm、ミリくらい。ケーブル同士のくっつく力は絶妙で、引き剥がしやすく径の調整もしやすい。かつ、まとめる時には弱すぎると感じません。良い具合に調整がされています。 またマグネットを使って鉄の棚などへケーブルをくっつけて使えますケーブルが浮かないので邪魔にならずスマートな取り回しが簡単に実現できますそれから収納にもマグネットが便利に使えまして鉄の棚やデスクの天板裏といったデッドスペースにくっつけて保管することができます私が使ってますのは全長1.5メートルのケーブルですが最小半径にした状態で逆さにくっつけても落ちることはありません 使っビルドのクオリティは十分に高いですし一般的なケーブル束ねたのと比べてみると断然マグテーブがスタイリッシュマグネットによる収納は操作感が良くガジェット的な面白さもありましてなんとなく用もないのに手で遊んでしまいます工具箱の天板裏にくっつけて持ち運んでいます ケーブルの専用スペース作る必要はないですし普段は触らないので汚れる心配も少ない取り出すのもしまうのも簡単です一般的なケーブルと使い比べてのメリットは使うにしろしまうにしろスマートだということですマグネットのおかげでチェストトップに這わせておけば浮き上がって邪魔になることはないですし作業終わってかたすのも簡単保管場所の選択肢も広がります 整備作業される方は周りにマグネットくっつく箇所は多いと思いますので、これは大きなメリットだと感じています。使っていてデメリットはほとんど感じていません。ケーブルが太く柔らかくはないので、コンパクトにしようとすると収まりが悪いことがあるくらいでしょうか。耐久性も悪くないと感じています。 手下げに工具なんかと一緒に適当に放り込んで持ち運んだりもしてますが、すぐにほつれてパヤパヤ出てきてしまったりということもございません。一般的な耐久性はしっかりと有しているでしょう。使っていて不満は特にないっすね。急速充電時の実際のワット数は試す相手がありませんで確認は取れておりません。確認できた最速は iPad でしたが、純正ケーブルと変わらない速度が出ていました。 マグテームのラインナップには、240W 給電に対応しつつ 20Gbps の通信速度を持ったケーブルもございます。デスク周りとか会議室にこのケーブルがあったらスッキリとしそうですね。マグテームには O ケーブルの丸断面と C ケーブルの平断面がラインナップにございますが、使い比べてみての個人的な感想としては、丸の O ケーブルをお勧めします。C ケーブル、平断面は丸に比べてフレキシブルさで劣ること、 それから何より丸ほどまとめやすくないのですちょっと磁力が弱すぎるように感じましたさて不満はないですが個人的に感じた要望としては長さのラインナップ特に短い側をもう少し拡大してほしいということそれから USB3.0 三への対応です通信規格が一個前 USB2.0 二相当なので使えない機器がいくつかございますここはぜひアップデートをお願いしたいですね それから細かいところでコネクタ周辺のスリム化です。差し込み部分太くはないのですがほんのわずかに当たってしまい斜めったり差し込めない機器がございます。ポートが奥まった箇所にある製品にも使えるようもう少し細かったら便利ですね。もう一点コネクタ付近のみ少しマグネットが強くなったらさらに使いやすくなりそうだと感じています。 ケーブルを鉄板などにくっつけて保管する場合、収納計を小さくしすぎると垂直面で止まらなくなるんです。細い箇所にも磁力が足らず止まってくれません。コネクタ周辺、要するに収納時にくっつく部分の磁石のみ、少し強いものにしてもらえればさらに使える幅が広がるのではと感じました。あとは値段すかね。USB ケーブルとしてバカ高いってことはないですが、高級品の部類でしょう。 この製品がもっとヒットをして価格が下がってくれることを期待しています。マグテームの USB ケーブル。メーカー様の広告動画ほど簡単には負けませんが、それでも使い勝手は素晴らしいと感じてます。USB ケーブルしまうときに不満を感じた経験のある方は、ぜひ試してみていただきたいです。概要欄に割引クーポンを記載します。機会がございましたら手に取られてみてください。 ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしています。お時間ございましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。